ご紹介します。のんさん、細谷義正さん、おみみのりさん、半めぐみさん、岩井七瀬さん、新谷真由美さん、牛山茂さん、そして片渕素直監督です。この世界のさらにいくつもの片隅に公開記念舞台挨拶を行ってまいります。どうぞよろしくお願いします。見終わったばかりのお客様にお集まりいただきまして、これより舞台挨拶を行ってまいりたいと思います。さあ、それでは昨日から初日を迎えまして、たくさんのお客様にご来場いただいています。今のお気持ちも踏まえまして、皆さんからご挨拶をいただきたいと思います。まず最初に主人公北条すずの声を演じられましたのんさんです。皆さん、今日はお越しいただきありがとうございます。本当に、この日を迎えられて嬉しく思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。続きまして、すずさんの夫北条周作を演じられました細谷義正さんです。ありがとうございます。北条周作の声を、やりました細谷義正です。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、すずさんの義理の姉黒村恵子の声を担当されました尾身みのりさんです。黒村恵子役の声を担当させていただきました尾身みのりです。本日は本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、すずさんの妹浦野すみの声を担当されました半めぐみさんです。浦野すみ役の半めぐみです。この日をずっと待っておりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、すずさんの親友になる白木凛の声を担当されました岩井七瀬さんです。岩井七瀬です。今日は朝からお集まりいただき、映画をご覧になっていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、すずさんの義理の母北条さんの声を担当されました新谷真由美さんです。いよいよ本当にこの日が来たんだなと本当に嬉しい気持ちになっております。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、すずさんの義理の父北条円太郎の声を担当されました牛山茂さんです。本作で試写で感動をさせていただきました。その作品にまた関わらせていただいて本当に嬉しく思ってます。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後に監督脚本を務められました片渕素直監督です。本当に皆さんに声を入れていただいてからもまだ絵を作る作業がたくさんあって、いつになったら終わるんだろうなって思ってたんですけど、とうとうこうやって皆さんとみんなと一緒に皆さんの前に並ぶことができました。今日は本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。改めて映画の完成おめでとうございます。のんさん、ついにこうやってすずさんをね取り巻く素敵な人々が揃っての舞台挨拶、しかも2016年に公開されてから3年経って、こうやって本当に素晴らしい作品がまた生まれたわけですが、はい、今どんなお気持ちですか？もう本当に嬉しいですね。まさかこう3年も年月が経つとは思わなかったんですけども、本当に監督が本当そんなに待つとは思わなかったですね。そうですよね、本当にすごい。いや、もうなんかすごく刺激的で、
シーンが付け足されてまた新作として送り出すっていうこの他にない経験をさせていただいてとてもあの喜びに満ちてます。こうやって片渕監督とまた初日に立たれてどんなお気持ちですか？あ、本当に嬉しいですね。もうこんなにもう6年も9年も一つの作品に力を注いでそのまっすぐに作品を作っていくこのすごい執念の監督とあの作品に参加できたっていうのがすごく誇らしくて本当にあの一生忘れないなって思っています。改めて完成おめでとうございました。さあではいろいろと皆さんにも聞いていこうと思うんですけれども、まずこの作品周作さんの過去の部分もたくさんこう描かれてくるじゃないですか。そこで皆さんねちょっと切なくなったりいろんな思いが込み上げてくるわけですけれども、周作さんの心をどのように捉えて挑まれていったのか細谷さんに伺いたいと思います。あの前回よりも周作さんがすごくあの男性なんだなということをあの非常に意識させられるような内容でしたので、あのまあ前作と言っていいのかちょっとわからないですけど、まあ、本当にもうこれが 2ではないですけど、あのこの世界の片隅にの方ではそのやっぱすずさんを中心としたその時代のこと、あとどうやって前向きに力強く生きていくかっていうところをこう中心として描き、その見る人にやっぱり感動を与えていたような作品だなって僕も一視聴者としてそう思っていたんですけども、だからなんかそのあまりこう夫婦間のそのこう男女間の愛みたいなものっていうのは、まあ、その結構人間愛に近い形で描かれていたなっていう印象なんですけど、今回まあ台本をいただいて、あ、やっぱり、まあ、当たり前に夫婦なのでそのなんていうかちょっとこう、まあ、言うなれば新婚から始まっているその男女のリアリティみたいなものが少しあって、そこをやっぱりこうあまりにもこう中性的にはやるとやっぱこうやりどころとしてもったいないなというのがあったので、まあ、加減はやっぱり、ね、あるので、やっぱり映画が素晴らしくないとやっぱりいけないので、そこはやっぱ考えながらでしたけど、なんかちょっと男性なんだなっていう部分を今回改めて意識させられたなと思ってます。はい、周作さんかっこよかったですよね。ありがとうございます。そう思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。さて続きましてね、ついにリンさんの部分がたくさん今回はこう映像として見ることができました。ありがとうございます。もう監督にもお礼を言いたいくらいでございます。本当にありがとうございます。監督でもいかがですか、ね、岩井さん今回、はい、リンさんのその声を吹き込むっていうことでもっともっとリンさんがフューチャーされて今回アフレコ挑んだわけですけれども、はい、どんなところをこう注意を払いながら声で生命を入れましたか？そうですね、3年ぶりのリンさん、ずっとこう本当にこの日を待ち望んでいたんですが、3年前にねアフレコの最後の終わった時にもっとやりたかったですって言われて大丈夫って言ってた約束が果たせたので、はい、監督があのアフレコ初日、あ、最終日かな、最終日、うん、ちょっと待っててくださいっていうふうにおっしゃったのを待ち続けて3年ようやく叶いまして、でまあ、それだけにちょっと緊張も募ってあの現場に来たんですけど、桜の木の上のシーンですごくリンさんがいつになくたくさんすずさんにおしゃべりを聞かせていて、あの木の上で喋ってるシーンってすごいいろんな感情が渦巻いてて、自分の話もするし、あの戦争のことを喋ったりとかもするので、その一つ一つのセクションにいろんな思いが込められていって、丁寧に時間もかけさせていただきましたね。いやもう本当にすずさんとリンさんのこの会話っていうのがもう私たちこう吸い込まれるように見てたんですけども、ノンさんと岩井さんもね一緒にアフレコも入られたりしたって聞きましたけど、はい、いかがでしたか、こう一緒してみて何かそのシーンで思い出に残ってるところありますか？私は緊張してました。私も緊張しますねって感じで、
2人でお部屋に入ってあでも私すずさんとリンさんがフフフって笑い合ってお辞儀するところすごく好きで、あれ台本にフフとか書いてなかったと思うんですけど、なんか絵に合わせて絵に合わせてつけといてくださいみたいな感じでしたよね、うん、ウフフはね監督のナイス演出でずっと笑っててくださいというご指示がねあったので、あの長さをねセリフなしでお二人が笑ってるだけっていうのすごく素敵ですよね、うん、確かにあそこはなんかすごい詰められてます僕よかったですねっていう素敵っていう素敵だなと思いました。レコーディングでやっててなんかすごく やり取りが、うん、密にやってる感じがありましたよね。ありましたよね、フフフのやり取り、うん、あのフフフはなんかすごい心からフフフで楽しかったなんか瞬間でした。あれは予告編にも入ってたので嬉しかったです。そうですね、はい、あのとこあの遊郭の前で2人別れるところはね本当に和やかそうでね良かったですね、うん、楽しかったですね、本当に女の子 の、 その友情の部分がすごく素敵でした。ありがとうございました。さて続きまして、じゃあ尾身さんとですねハンさんに伺いたいと思います。まさにこの世界のさらにいくつもの片隅の制作、また作れるんだ、また声で命を吹き込むんだと知った時の印象を教えていただきたいと思います。ね、監督が本当に前作の後にいや長くしてやりたいっていうことをおっしゃってくださっていて、でもそんなことって叶うのかしらっていうふうに思ってたんですけれども、本当に皆さんがたくさん応援してくださって、あの前作を気に入ってくださったおかげで、このように本当にまたみんなでこんな声の家族たちもここに揃って一同でねなんかお会いできる機会に恵まれて、なんか本当にこういうことってあるんだなっていう風に、なので私たち自身も前作からこう数年かけてみんなと何度もこうやって会う機会があって、なんか共にこうなんか時を進めている感じがしてとても幸せに思ってます。またこの作品がどんどん皆さんに見ていただけて、さらにたくさんの方々に届くといいなという風に思っております。そうですよね、ありがとうございます。皆さんどうですか。そうですね、本当にありがたいことなのだなと思いました。制作発表がある前にもうずっと上映自体は続いていて、でいつも毎日のように皆さんがこうどこかのこの世界の本当に片隅の映画館に足を運んで来続けてくださって、ああなんかそのなんか人の思いの力って本当に偉大だなというか、あなんか映画に通ずるものもあって、本当に皆様のおかげで愛情を注いでくださってありがとうございます。ありがとうございます。そして新谷さんと牛山さん、実際に今回のこのアフレコで特に印象に残っていることですとか改めて感じたことってございますか。どうですか。いや前作でそもそも、スタジオに入りまして、その前にテープいただいてたんですね。これ肝心なのがクレベンなんですよ。でもテープだとなかなか微妙なニュアンスがわからないんで、スタジオもう不安ながら行きましたら、なんと奥さん役の新谷さんが方言指導してくださるという横で、あ牛山さんニュアンス違います、あじゃあちょっと聞いてくださいあこの子がどっかで見染めたんじゃ思います、あどうこんな感じでどん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 撮影が進みまして、収録が進みまして本当に助かりました。そんなねベテランの方とか皆様に言わせていただくなんてって感じだったんですけど、今ご紹介いただいたように三役の他に方言監修という形で、ずっとアフレコに、特に新作のさらにいくつもの方はずっとスタジオにつかせていただいて、ね、主のようにいて来る入れ替わり立ち替わり来る声優さんに方言指導をつけさせていただいてという形だったんですけど、それで前作の3年前と今回との橋渡しをやるような役割でもあったなと思うので、本当に光栄な役割をやらせていただいて、いや本当に助かりました。いやいやもう本当にね今回もね追加収録ありましたからね、いやもう本当皆さんの素敵な広島弁が聞けて、私は一人すごくお得な立場だったなと思っております。どうもありがとうございました。素敵です、ありがとうございます。
ね、そうやって本当に言葉一つ一つを皆さんがね愛を込めて紡いでくださったんですが、ついに片渕監督完成いたしました。改めましておめでとうございます。ありがとうございます。本当にね3年っていうのは長くって、3年後にもう一回集まって皆さんが前と同じ人物をまた演じるのに違ってたらどうしようっていう不安はちょっとだけ頭をかすめた瞬間があったんですけど、皆さんがマイクの前に立たれたら途端にそれが消し飛んじゃって、みんな前のままなんですよね。あ、同じ人がだと思って、すごいな、ずっとずっとあの場所にずっとずっといた人がまだ生活し続けてるっていう感じが皆さん演じてくださって、それがなんかつながって一本の長い長い映画になったんですけども、どこが新しく撮ったか撮り足したところなのかもうわからない、ずっと最初からこんな長い時間があって、その中でみんな生きていたように演じてもらって、それが本当になんか良かったなと思います。ありがたかったかなと思います。本当に皆さんありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございました。さて、本当に素敵なセリフが改めてたくさん詰まってる作品だなって皆さんもお感じになられたと思います。そこで今回はちょっと代表してのんさんと細谷さんとですね、そして岩井さん、まあ、すずさんと周作さんとりんさんに伺いたいと思います。まあ、いろいろと好きなセリフあるかと思いますけれども、特にお気に入りとか、あ、これはすごく心に響いたっていうセリフは何かございますか。じゃあのんさんからお願いします。はい、今回付け足されたシーンでいうと、私は大王多丼のセリフのやり取りの部分がすごい心に残ってますね。大王多丼が炭になりきっとらんかっただけっていうところ、なんかこの映画のすごいところだと思うんですけど、そういうダブルミーニングとかセリフの裏にいろんなのが隠されてて、そういう余白がたくさんあって、それを見た人がなんかいかようにも解釈できるっていうか、それがすごくセリフに出てるものだったので、その大王多丼のセリフはすごくなんか見てて、うわ、なすごいなと、この作品の威力っていうか、そういうものが凝縮されてるような気がしました。そう、日常の、ね、部分も描かれているところ、ありがとうございます。さあ、では続きまして細谷さんはどこでしょうか。僕は好きなシーンで大丈夫ですか。好きなシーン2つあって、つい昨日深夜にこの映画の完成版を自宅で見終えたんですけど、やっぱり周作をその声をやらせていただいているので、やっぱその立場でどうしても見てしまうんですけど、リンさんとすずさんが桜の上で会話した後に、こうリンさんと周作さんがこんにちは、お久しぶり、こんにちはみたいな感じですれ違った後に、こう2人でこう家族が待ってるところをこうゆっくり歩いていくじゃないですか。あの時にこうすずさんのモノローグで、よかった周作さんがいつもの笑顔でっていうモノローグを聞いた時に、あ、めちゃ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 愛されてるじゃないかみたいな、なんかすごい、なんか夫婦間の愛情がこの前作よりも非常に際立った感じがしたので、なんかそこがすごく印象的だったのと、最後の最後にですね、恵子さんがこれあれなんだっけ、娘さんのお名前、はるみ、これはるみの去年のまだ細いかね、まだ細いかねって、あのセリフでもうちょっともう僕深夜の2時に号泣してしまいましたよなんていい話なんだろうと思って、もうそこですね、その2つがもう本当に非常にいいなと思って見てました。はい、はい、素敵でした、ありがとうございます。そう、本当に今セリフ言われただけで泣きそうになりますけどね。じゃあ岩井さんどこですか。そうですね、私 もう好きなシーンたくさんあって、この世界の片隅には映画館で10回ぐらい一人で見に行ったりとかしてその時にいつも耳に入ってくるのは、はるみさんのチートだけチートだけと、あとすずちゃん私こんなよって、すみちゃんの最後の手首のカットとかがなんかいつもすごく胸に残るんですが、今回のりんさんのシーンで一番なんか、あ、リンさんってこういう人というか、お茶目っ気があって可愛らしい面があるなってすごく思ったのが、
でもほれ見てみ、下へ細バカマを生えとる。消火救助活動にも速やかに従事できるし、木登りもできるでって、木をうんしょうんしょって登っていくところがすごく好きですね、はい。あと木登る時の声、うんしょって言っちゃってくださいって、監督がほっとかじゃなくてうんしょって言葉にしていいですよって言われて、すごく楽しかったです。可愛かったですよね。あのシーンは結構僕見てて衝撃でした。なんかうんしょっていう可愛い掛け声でありながら、力強く木に登ってめちゃめちゃグワーって登ってってるなっていうのがすごい印象的な。そうですね、はい、木登り、好きでした。なんかね、その話聞いてるとまたねシーンがすぐに浮かんでくるね、素敵です。本当ありがとうございました。さあ本当はねまだまだたくさんお話を伺いたいんですが、ここでちょっといつのお手紙が届いておりまして、それをご紹介させていただきたいと思います。今日お越しいただけなかった水原哲さん、ね、水原哲さんってみんなわかると思います。小野大輔さんから実はお手紙が届いておりまして、私から代読させていただきます。水原哲役の小野大輔です。今日は舞台挨拶に参加できず申し訳ありません。皆さんに会いたかったです。せめてお手紙をということで、あの例の羽ペンでしたためさせていただきます。3年前のアフレコの時は、ただただ水原哲という男の人生を生きることしか考えていませんでした。すずさんとの納屋のシーンでは、当初彼の心が理解できず、片渕さんに質問、さらに聴講し、アフレコが止まってしまったことを思い出します。丁寧に説明してくれた監督、その説はすみませんでした。実は試写会もスケジュールが合わず、一般公開後の劇場に足を運びました。まさにテアトル新宿の客席でした。そこで驚きが。入湯上陸時の北条家の団らんのシーン、ずっと笑っている鉄、それにつられて劇場内のお客様がみんな声を出して笑ってくれていたのです。その時、この映画は老若男女問わず愛される、誰の心にも必ず響く作品なのだと実感しました。改めてこの世界のさらにいくつもの片隅に、公開おめでとうございます。より緻密に、より深く、さらに面白く、本作は間違いなくずっとずっと心に残り語り継がれる名作です。見てくれた人がまた折に触れて僕らのことを笑うて思い出してくれたら、それが何より幸せです。小野大輔、はい、というお手紙でございました。のんさん、いかがですか。小野さんのお手紙聞かれてみて。すごくレアレアで、なんか嬉しいですね。こうやって小野さんのお気持ちをお聞きするのって貴重だと思うので、細谷さんもかなりレアだと思うんですけど。レアじゃなくなりますよ、僕。レアです。夫婦ですから、ね、夫婦役ですから、ええ、いや素敵な、もう生の劇場の感想、初日の感想を伺えてすごくありがたいです。なんか複雑ですね、こう役としては。なんかちょっと複雑です。一番ちょっとね、複雑な心のシーンの時でございますからね。そうですね、アンカーを出してあげてね。そうそうそう、でも複雑ですね。片渕監督、いかがですか。3年前にね、アフレコの途中で小野さんから質問があったのは、水原哲はここですずさんを押し倒さないんですかっていう、なぜ押し倒さないんですかって聞かれたんで、それはね、水原哲はいいやつだからなんだって言ったら、分かりましたって言ったんですよ。小野さん、僕はいいやつをやってたんですね今まで。でも本当に水原哲はいいやつだと思っていて、今回もね、小学校の時の水原哲が机持ち上げたりしますよね。小野さん、これ乱暴者じゃないんだって。すずさんの前で、すずさんに目を合わせられないからあんなことやってるんだって。
でそこはまだねアフレコの時にアフレコって言いながら絵がなかったんですよね。目をね合わせない水原哲夫をやってくれないかな、わかりました、目を合わせない、スーさんに目を合わせない水原哲夫をやりますって言って、こいつ男だなって本当に思っていや本当にそれがなんか素晴らしい結果な生んだんじゃないかなと思います。小野さんありがとう、ありがとうございました。いやでもだから確かに哲さんがスーさんのことね好き、ちっちゃい時からきっと意識してた、好きだったって、それですごい伝わりましたもんね。ありがとうございました。さあ、はい、ついに昨日から全国公開になりました。この世界のさらにいくつもの片隅に今日お越しいただいた方、そしてこれからまた映画館に来てくださるであろう方々に向けて、お二人から最後にメッセージをお願いいたします。まずはではのんさんお願いいたします。はい、皆さん本当に本日はありがとうございます。新しいシーンが付け足されて本当に全く違う味わいの映画になったと思います。いいなと思ってくださった方はぜひ周りのご家族やご友人に広めてお勧めしていただけたらなと思いますので、また一緒にこの世界のさらにいくつもの片隅にを応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に片渕素直監督お願いいたします。実は今朝ちょっとびっくりしたんですけど、昨日公開初日なのにもう毎日映画コンクールでノミネートされていて、昨日発表になったんですね。でその話をのんちゃんにしたら、あじゃあ新作として認めていただけたんだってのんちゃんが言って、ディレクターズカットとかそういうものだと映画賞とかの対象普通ならないんですけど、これが違うんだ、新しい映画なんだ、また新しいことを語ってる映画なんだって言いながら作ったものがもうそういうふうな何だろうな、認めていただけたっていうことなんですね。それは本当に嬉しいなと思っています。前に作った2016年のこの世界の片隅には1133日公開からずっと上映を続けることができて、1134日目が実は昨日だったんですけど、昨日からはだからこの世界のさらにいくつもの片隅に変わって、これはでも新しい映画だから記録更新にもうならなくて、また1日目からの再スタートだと思ってます。ずっとずっと皆さんの前にすずさんが、また皆さんこのたくさんの家族とも言える皆さんの人物たちがスクリーンで皆さんの前にずっとずっと上映され続けたいと思いますので、これからも本当に皆さんよろしくお願いいたします。ずっとずっと応援していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上をもちましてこの世界のさらにいくつもの片隅に本日の舞台挨拶終了いたします。皆さんありがとうございました。それでは片渕素直監督からお勧めください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は本当にたくさんのお客様ご来場いただきましてありがとうございます。本日のゲストはのんさん、細谷義正さん、尾身みのりさん、半めぐみさん、岩井七瀬さん、新谷真由美さん、牛山茂さん、そして片渕素直監督でした。ありがとうございました。